はい、こんにちは、スプレーアートのヨメちゃんとミラちゃんです。ということで、アクリル絵の具で、はい、記念すべき1枚目、私は、かっこいいと思う。どう？1万分の1かっこいい？それ、傭兵傭兵。はい、こんにちは、スプレーアートのヨメちゃんとベラちゃんです。こんばんは。アクリル絵の具を始めて3日目、ということでね、これをね、動画撮ったから今からこれ描きます。完成です。これね、実はね、動画で撮ったやつとこの狼違うって知ってる？乾く前に夜に光るやつ、英語だとグローインダダークって言うんだけど、もう塗ったら狼が消えちゃったの。こんにちは、スプレーアートのヨメちゃんです。かなチャンネルへようこそ。私もちょっとやってみたいなって思いました。キャンバスを使ってちょっと秋の絵を作ります。皆さんエンジョイ。こんな感じになりました。どうでしょうか。私初の絵です。めっちゃ天才じゃん。すごいじゃん。本当に？うん。はい、こんにちは、スプレーアートのヨメちゃんですけど、今日はね、アクリル絵の具で、基本だともう、グラデーションをちょっとガチで練習したいと思います。ただピンクとかさ、この面積に対して量が全然ダメだね。もう少し少なくていいの。やろちゃん、はい、絵描いたのはいいんですが、うん、めちゃめちゃ汚いんですけど。これから掃除をすると。そういうこと。これから掃除しようと思ったの。そうだよ。今ね、ブラシを使えないでしょ。だから今のチャレンジは、はい、指だけで絵を描くこと。くっついをついてる。皆さんこんにちは、スプレーアートのヨメちゃんです。いつもね、私はさくらがめちゃめちゃ好きで、今日はちょっとさくらをやってみたいなって思いました。まあ、じゃあこれで完成かな。どうでしょうか皆さん。ちょっと見づらいんだけど、こんな感じです。これです。天才よ。いやでもすごいな、メロちゃんはさすがだと思う。やっぱり皆さんこんにちは、スプレーアートでのベロちゃんです。このチャンネルへようこそ。今日ですね、またなんかアクリルのチャレンジをしたいと思います。あ、こんな感じです。ちょっとまあまあだね。ネックレスこんな感じです。まあ、っていうことでこんな感じです。かわいい、本当にかわいい。1枚目と1週間で、1枚目ねと26枚目ね、ちょっとどんだけ変わったかっていうのをやっていきたいと思います。全然ベタよくない？いや、これなんかすごい慌ててさ、桜とかも全然さできなかったしさ、言い訳。あ、でもいいんじゃない。綿棒を使ってなんかチュン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 やったらね、めっちゃ綺麗になってるの。実験してみたいと思います。完成です。イエーイ。ついじゃん。いいね、なんかグラデーションとかね。これね、誰でもできる。ほんと綿棒ちょん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 って順番にやっていくだけ。